今回ご紹介するのは、なぜこれだけの走りをもたらすのかということで、こちらの車のボディ剛性、どういったところでボディ剛性がアップしているのかということをご紹介していきたいと思います。でノアボクシー、これは TNGA の GAC プラットフォームということで、プリウス、それから CHR と同じプラットフォーム、最近ですとカローラスポーツとも同じプラットフォームになっているわけなんですけども、 CHR って言ったら、ニュルで走った SUV ですし、カローラスポーツも最近スポーツモデルがまた GR ということで出てきていますので、走りの車ベースのプラットフォームということで GAC プラットフォームと使われています。まずだからそこが一つ非常にこのノアボクシーの走りが非常に高いところの理由ではあるんですけれども、もう一つ、これはノアボクシーはノアボクシーで専用でボディ剛性がアップされているというところがあります。でまず一つ目はここの、バルクヘッドの部分、ちょうどエンジンがあってこのキャビンがあるわけですけども、ちょうどこの仕切りの部分、この部分がスポット溶接最適化というものが図られているというところが、まず一つボディ剛性が挙げられている特徴になっています。通常ですとスポット増し、スポットの数を増やしてあげればボディ剛性というのはアップするわけなんですけれども、この車は量産車ということもありますので、なかなかスポット増しをするというのは難しいと。なのでトヨタとしてはシミュレーション CAE を使って、どこにスポットを増してあげれば最適なボディ剛性が得られるかということで計算したということで、最適な位置、最適なはずのスポット溶接というのがされていると、いうことで、ここでまずボディ剛性が測られているというのが一つあります。で、このプラットフォームって、だいたい3分割になっています。ここのエンジンの部分、でこのフロントの足回りの部分と、でこのキャビンの部分、でさらにリアのタイヤ、ホイールがありますけど、ここの部分ということで、3分割になってたりするわけなんですけれども、今度はこちら、このキャビンの部分、ここのフロアのところがかなりボディ剛性として挙げられているということになるようです。で、どういったところが挙げられているかといいますと、このノアボクシーっていうのがすごく特徴的なところで、このビーム、下見ていただくと分かるんですけど、ここのところ、ビームがここに一つ、サイドシルです、普通の車で言えば。ここに一つと、で、ここにも一つあります。で、さらに、橋桁みたいに、縦にも、メンバーが通っているんですけれども、それが、このメンバー、縦に通っているメンバーというのが、4つ。1、2、3、4。で、そこを横に、1、2。向こうにも1、2ということで、それだけのメンバーが通っていて、なおかつ、このメンバーの締結運の部分っていうのも、先ほどのバルクヘッドのところと同じで、最適なスポット増し、スポットの数、それからスポットの位置というものが最適化されて、ボディ剛性のアップということで、測られていると、いうことになります。それがまず二つ目。フロアのところも、ボディ剛性というものが、かなり大幅に上げられているということになります。で、三つ目が、こちら、ピラーのところになります。で、主には、この B ピラー、ここの、レールの、ここのレールの部分、に対してこの B ピラーのここの付け根の部分、ここのところ今スポットの部分見えますけれども、ここもスポット溶接されているわけなんですけど、スポットの数、位置の最適化で強度アップが図られている。で、こちらの C ピラーの部分、ここも同じような形でスポット増しと最適化された位置によって強度が図られている。で、最後にこちら、D ピラー。ここからには見えないので、今、フード開けます。リアハッチ開けますけれども、
ちょうどここの部分ですね。ここの部分も最適なスポットマシということで測られていますということです。で、さらにここのルーフの部分だけではなくて、ちょうどこの下の部分、ホイールのアーチ、ホイールハウスとリアサイドメンバーの結合部っていうのがこの辺になるんですけれども、ここの部分でも結合部っていうものを最適なスポット溶接と最適なスポットの数、スポットの位置で強度を上げていると、いうことで、主にこのルーフ、B ピラーとルーフの部分のこの結合部っていうものもかなり強化することによってボディ剛性というものを高めていると、いうのが、今回のこのノアボクシー上に走りが洗練されているもうミニバンの走りとは思えないようなスポーティーな走りをするミニバンと、いうことで非常にボディ剛性が高くて車内の静粛性というものも静かになっていると。でかつボディ剛性が高いので、当然ながら振動成分なんかも抑えられていると、いうことで上質的でスポーティーかつ上質的な走りというものを実現している。でなおかつ GAC プラットフォームということで、お話ししたんですけれども、カローラスポーツや CHR と同じプラットフォームを使っていると、いうこともベースとしては同じプラットフォームを使っているということもありますので、ああいったそういった洗練されたスポーティーな車の、低重心と、いったところもかなり大きくこのノアボクシーの走りも生きていると、いうことが今回言えるのではないかなというふうに思います。はい、ということで今回はこちらの新型のノアボクシーなんですけれども、今回こちらの車画期的に、車の走りがアップしたボディ剛性のポイントお伝えをいたしました。当チャンネルでは車よりカー用品のレビューを行っておりますので、興味のある方はぜひご覧になってみてください。また興味がありましたらチャンネル登録高評価をいただけますと今後の動画の運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。